こんにちは。こんにちは。ホスト手ぶらのやつガチでいない。あ、もうでもガチかも。いないかも。どうしたら行くの？紙袋で昔はちゃんとスプレー VO5 入れてたな。ジャスティン。なんかアメリカ人の人ってあれらしいよ。なんかね、あの中国人、韓国人、日本人の見分け方っつって、なんか日本人は絶対男でもバッグ持ってるから日本人らしい。やるべきだよ。なんかこれ文化らしい。もう疲れた、帰りたい。予想で今帰りたい。今ちょっと動画撮りすぎかな。撮りすぎや。ただモチベーションは高いよ俺すごく。いやいや、すごいことよ。もうほら見てる、やる気まんま。モチベーションが2人やる気まんま。高すぎる。いつでも帰れる。 YouTube のいつでも帰れる。お店がちょいちょい暇ない。仕事に集中して長いよ。今日はね、歌舞伎町ホストの売れてるホストと売れてないホストのバッグの中身の違い。でもそれはね、そもそもバッグから出てると思う。出す。そうね、出す。何のバッグかも。でもよ、ほうよ。じゃあまずはちょっと待って、ナンバーワンか見ていくわ。相手は自分にちっちゃい。しょってた。お、出た。これ何ですか、バッグ。これドラガマです。おー、かわいい。いくらぐらいのバッグ。多分25、6万でした。失礼します。仕込みなしです。今回は何があって。まずこちら、はい、ゾビラックス。これは口の口頭ヘルペスの薬。あー、口のね。スースーする方のギャツビー。あー、これスースーしたい。いやいや、メンソールス。リップはスースー。口のリップはスースーしたい。ただのコンビニかなんかで買ったら適当に。ギャツビー違うよ、これ俺があげたやつ。あ、これだからくれたやつらしい。あ、やっぱ綺麗好きだから。ウェットティッシュの、まあまあまあ、それぐらいノンアルコール。いつ使うの？ピクニックで使うの？いや、だからいつ使うか分かんないから新品になっちゃう。あ、入れといてる。使えよ。これいつも持ってるね、リクトさん。どうぞ、すっきり。あと1個ぐらいしか入ってないかも。あー、アイコス。これ色初めて見ました。レアですね。そうね、新しい色です。そしてこちら、出た。はい、来た。これホスチル名物。黒板消しぐらいのリクトさん。なんでいつもこんな入ってる。いる？少ないぞ。いや、ゴチ50万入ってる。免許証はゴールドなんですね。病院ばっか。病院、ちょっと待って、病院めちゃくちゃ行ってるやん。すぐ悪くなるんこんなさ、いろんな同じさ、例えば地銀行かとかでもさ、一歩より。いや、あの、なくしたって言ってまたいっぱい増える。同じ種類ある。増えます。同じ種類ある。どんどん増えていきます。まあ、この財布もね、黒丸さん高い。これね、お気に入りなんですよ。ね、ずっと使ってるよね。40万ぐらいだったんですけど。うわ、高っ。買い替えるときに、例えば10万にするとちょっとなんかこう同じぐらいで探すんだよ。40万のいい財布が見つかんない。エルメスで、今そういうとしたらエルメスは嫌だ。嫌だね。あんま入らんし、女っぽいもんね。じゃあこれ使ってください。髪留めですね。たまに専用のやつ。これがナンバーワン。ナンバーワン、しょぼ。これがナンバーワン。ゴミとか。あ、やばい。ゴミじゃねえよ。あ、ごめんごめん。あ、これゴミだと思った。なんでお前持っとるんこれ。使えよ。何かあるかな。キャリーに貼れよ。でもやっぱりっくんのこのね、持ち物を見てみると正確出てる。必要最低限のものしか持たない。なるほど。これね。で、あと潔癖症とかいろいろ分かるよ。バッグ、赤字で喉も弱いよ。髪も止めたがってるもんな。うん。で、ジャスティンスタイル大好きです。ほんとだ。あ、こうやって見ると正確出てる。僕の長い話いいんだよ。はい、じゃあ次行ってみよう。俺のバッグはこちらです。出た。はい、見ていきます。軽いやろ。軽いやろ。前回ね、ちょっといっぱい栄養ドリンク飲まされたから。まずは家の鍵ですね。出すな、家の鍵。もう、うどん。あー、これエアポッツ。あれ、うどん。あー、エアポッツ。これエアポッツ。あ、4個耳あるんで。え、嘘つけよ。全然入ってないよ。いや、ガチでバッグ買えちゃったから。アイコス。アイコス、アイコス。白が好き。白なのね。白好き。あれ、ちょ、待って。いや、ちっちゃい。これ休止。え、これ飲んだらどうなの。マジで心安らぎ。やめとけやめとけ。びっくりした。ちっちゃい。これでもこれで4、5000円するから。これ何、安心剤。まあ、なんか自律神経が整うんです。動悸とか息切れで終わりです。あ、なんそれ。あれ。じゃあ、せっかくなんでサイト見ていきましょうか。あ、どうぞ。ね、お金も全然ない。貧困やん、お前。え、カードだから俺、クイックペイと。ちょ、売れっ子ホストから今見てるんで。しかもさ、俺気になるわ、この向き。あー、俺はもうどうでもいい。そしてやな、ちゃんとしない人お金さ、たまんないとかさ。たまってるやんか。全然稼いでるから。それ迷信ですね。そうですね。そうですね。おもろいのないか。面白くない。はい、以上です。はいはい、じゃあ次ジャスティンの話を見ていきますと。おお、変わりない。あー、まあいつもシュプリーム。そうそうそう、長年見ていこうか。歯ブラシ。いや、なんで輪ゴム。
何が？汚くない？一回嗅いでいい？くっさー！嘘つけ！歯ブラシが臭いっておかしいやろ。くっさ！あ、最近新しく買ったやん。あ、出た！かわいい！結構大事にしてる。これがかわいい。おう、これいくらやるの？これは23万ぐらい。へぇー、いい革やね。そんな最後かわいいんだ、なかなか。ジャスティンも最近稼いでるから。あ、いやいやいや、ダイキュルある。11万1000円。へぇー、結構あります。ダイキュル入ってることね。ほんと。へぇー、あ、わかるが言うなよ。俺の金あるんや。で、これが、出てるよ。おい、出たよ。のコーデですね。これモバイルバッテリー。これもいただいたやつや。モバイルバッテリーね、俺のだ。え？何？こちらベルサーチの。俺の香水ね。あ、こちらはパリスミキの。ああ。パリスはいつも使ってる。俺マジ。なんでニットしてんのにニット入って。ええ、ちょっとパターンが違うね。違う女の家行くときや。いやどういうこと？はい、こちらが売れてる方のってことで。売れてる、まあ売れてる方じゃないし。一般的な。はい、あ、まだおるやんね。はい。じゃこれ従業員呼んでいきましょう。呼んでいきましょう、どんどん。じゃあまず売れてる部門。そうですね。ヒカルー、すごい。なんか近くにいたのかな。もういいし。あ、こちらのバッグ。はい、もう見ていきましょう。バレンシアガです。まず6人。6人、普通持ちなんでね。うん、これ1000円交渉するときなんですよ。違う違う違う、危ないな、言ってる。臭んが。いや違う違う、逃げそうに。これもなんだ。のカバンの画面面白い。これ化粧ポーチ。お、地味中。結構多いんですよね。ありました、ありました。出た、出た。大根おろし、大根おろし、大根おろし、何でもすれるか。だいたいまず金がいくらあるかだよね。96,000。これ何じゃん、ナチくない？ナチくない？これナチキャンデル。え、なにこれ、イボイボすごい。100均の、あ、イボイボが取れたんじゃない？え、これ100均だ。100均のキーケース。いや、お前そういうところで庶民出すわ。ナイス。じゃあ以上です。はい、ありがとうございました。次はもうあれですね、海外部門から。え、まずいろんな部門がいます。いや、ちーちゃバッグ。そっから行こう。あー、見てみよう。大体タバコだろ。うん、ちょっと何も入ってない。おい、ちょっと、まあまあ、目薬、リップ、ミンティア、2つです。2つある。気になりました。ちっちゃ、待って、これ財布ですよ。全部ちっちゃい。おー、ジバンシーの香水。で、またライター。腕プレス系。お前口臭い。ちょっと今入れようかな。何食うすぎ。食うすぎ。まあ一応でも最後はジバンシー。ジバンシーね。ブランドもね。まあ札の方見ていきましょう。札見ろよ。ペソで見ろよ。なぁ、これ中二のお小遣い。次は今売れてる人ね。まあ普通だって売れてたん最後の。あ、次はイケメンなのに売れてない分。当確。霧島トークですよ。ようかくものが当確です。持ち手が8年目なんで。乗馬のあれやん。まずですね、おしぼり。で、こちらこれ化粧ポーチ。化粧ポーチですね。おお、いいよ。じゃあ、ちょっと見ていいですか。はい、行きましょう。乾杯よ。マジ結構入ってない。いや、じゃあ違うっす。まず、こちらです。2000円。あれ？こちら。おお、あるある、4000円。じゃあ、俺、めっちゃ売れっすよ。ちょっと待って、ちょっと待って。お前、お賽銭ぐらい入ってるやん。はい。はい、ということで。来ましたね。いや、どうでしたか？差は？金ないぐらいで、あと、まあ、ヒカルだってカバンは汚かったし、まあ確かに確かに、売れてるからといってカバンが綺麗なわけでもないし、うん、まあまとめるのであれば、うん、俺と大輝が一番綺麗じゃない？まあ確かに、物は少なかった。なんか物少なくてさ、俺らジャスティンは物が多い、綺麗だけど。うんうん、いや、じゃあ綺麗だってさ、ね、使わん物が入ってるやん、その日やっぱさ、なんかこう、カバンの中身もこう、シュッとできるやっぱ仕事のできさで、やっぱこう、まあ、それでやっぱお互いが売れてんだろうなっていうのはすごい思いましたね。スマート大事で、うん、やっぱホストは化粧品が多いね。多いね、やっぱり。俺びっくりした。俺らがノンメイク邪魔だよね。ノンメイクだから。リックはだってもうカラコンだけだもんね。ジャスティンはヒゲ描いてるだけじゃん。眉毛だけ。俺眉毛だけだから。なんか一個だよ、みんな。そうそう。でも眉毛入れてるもんね。入れてるね、ファインメイクってやつをね、入れてる。あとは眉マスカラ使ってるけど、それ大輝のやつやから。何勝手に使ってんの。通りでヘリ入ると思ったわ。通りで逆や、逆や、ふたして逆や。いや、そんな悪いけど、ずっと食ってんな。うまい、うまい、うまいっすよね。はい、ということで、今日はここまで。なんだ、この野郎荒らした。